朝からピンポンピンポン鳴ってましたよ、ずっと。俺は目覚めと住んでたから、だうるせえなと思って、ね、でまあお風呂入って出てきてもまだピンポンピンポン鳴らしてんだよ。朝からピンポンピンポン鳴ってましたよ、ずっと。俺は目覚めと住んでたから、だうるせえなと思って、どうせどっかの押し売りだろうと思ってさ、でまあお風呂入って出てきてもまだピンポンピンポン鳴らしてんだよ。いかに何だろうなと思って出たら、東京地検特捜部ですって。うわー、びっくりしたね。あるよ、他にもいっぱい、税務署も警視庁も警察も。でも怖くないんだよ、だって何もねえんだもん結局みんな 何でもなくてがっかりして帰って、人の首を切ったように来た SEC もいたけどね。これはなんだっつって見せられて、あ、これこれですよっつったら、あ、そうですかっつって帰っていっちゃったねなんで来るのかって、怪しいからに決まってるじゃないですか。怪しくないんだよ。え、言わないけど俺が怪しいんじゃないでしょ。いつも言えも松浦さんじゃないんですよってじゃあなんで来んだよ。周りが悪いってことか、うん、まあね、うん、あんまり知見のこと言うとまた来られても嫌だからあれだけど、まあね、一人ピンポン鳴らしててね、俺下まで向かったら7人ぐらいドドドドドドって来たけど、俺の家のエレベーター4人しか乗れないから、4人しか乗れませんって言ったら、全員乗らせろって言ったら、無理でしょって。一軒に1個エレベーターがついてるような家だったんですよ、うん、どうでもいいんだよ、セーターなんか着ちゃってさって。じゃあ何着んだよ、 T シャツでいいのか。ちぃがさ、そんなことで人のことを突っ込むしかお前ら突っ込み方がないのか。おい、ちょっと、おい、さっきセーター突っ込んだやつ、おい、出てこ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 ない、ちょっと。別にいじめてんじゃないよ、なんかきっと目指したいんだろうなと思って。いたいた、セーターエメラルド、星空エメラルドさん、だあなたは誰ですか。ぴょんとしてみたら、チャンネル A も行けるんだね、行ってみよう。星空エメラルド、チャンネルにコンテンツはございませんだって。何にもないじゃないか、お前ちゃんとちゃんと使え、星空エメラルド。報告する、うん、悪意ある、ん、児童虐待、ん、テロリズム、嫌がらせ、なんだろうこれは。何でもないんでキャンセルまあ、こういうくだらないことをやりながらちょっとあのいろいろやってますが、まだ900人しかいないですよね、はい。レペゼンの YouTube 引退のニュースが注目を集めていますが、プロデューサー目線からあの選択は良い選択だと思いますが、個人的にアーティストとして活動したい、活動してしたいという行動原理は理解できますが、ミステイクかなと思っています。わからんな、これは何を考えているか聞いてないから、その後に何をするんだ、なんかとんでもないことをするんじゃねえかとかさ、そういうことを全然聞いてないから、あの DJ 社長にね、わかんないんだよね。でも何か考えてたんだろう、きっと。あんなやつだけどバカではないからね、うん、これをミステイクに出さないようにするのが今彼が考えている作戦でしょうね、うん、それは僕も知りません。電子書籍と本とで印税は同じと聞いたことがあるんですが、 CD と比べてダウンロードは少なくなるんでしょうか。CD のダウンロードっていうか、今ストリーミングだよね。一曲 0. 何円って言ってたよね。うん、
会員数がバーって増えればもうちょっと上がったりはするはず。前に昔試算したことあるんで、うん、ただ聞く人が多くなるとね、それもそれでなんだろうな。今までは CD 聴いてライブ行くっていう形だったけど、それがもしかしたらコロナとかの影響もあってどっかのサブスクでの特集聴いて好きになった曲のアーティストがどっかのライブハウスでやってるから移行的な、もう始まってるけど、音楽っていうものが1990年代2000年代に一人のアーティストがドカーンって売れて大スターっていうのができる時代がなかなか難しくなってきたんで、まあ質問に答えるとすれば、まあ CD と比べは少なくなりますねっていう話ですね。じゃ、会長、スティーブ青木さんすごく楽しまれてましたね。会長の人に対するプレゼントやサプライズは手を全く抜いてなくて、相手が喜ぶためには全力で妥協していないところが男らしくて最高です。会長は商売に対して損して得取れって言葉はありだと思いますか？俺全然昔から損して得取れしかやってないよ。起きた。ほんとほんと。え、だってそうじゃん、ずっとそうだよね、うん、損しまくってるよね。それでね損して損してるの。いや、損して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 最後ちょっと得取ってるでしょ。うん、どうかな。最終的には常にまた損するから。ああ、そうね。うん、でもどうですかこの。いや、だって そうでしょう。何でもかんでも得しようとは思ってない。思ってない、うん、え、それ自分で決めるんですか？あ、これは損しといた方がええところやなっていうのは。人の付き合いだって全部そうじゃん。昔から何もかもそういう気がするけど。それは損するってのは金使うっていう意味も入ってるわけ。金使うじゃない。それも入ってるけど、絶対損しないみたいな人いいんじゃん。ああいうのはないな俺。あ、そういう人います？経営者で。やっぱりケチな人いいんじゃん。ああ言わないよ誰だか。絶対言わない。質問しないでよ。今日始まる前から何か事故が起こりそうだっつってみんなビビってるから質問してこなくていいんだけど、そういう人もいると。また思い出したら言うよ。はい、じゃあ続きまして。でも基本的には損してドクトレで、損してドクトレだと。そういうことです、はい、よろしいでしょうか。